で打席行った時にあこんなもんかって僕思ったんですピッチャーで、ええ、もうストライク先ほどのタオさんの話で、ね、いやでもケージの中には入れてたわけですよでバッティ中監督がおゆっくり帰ってこいよって言われた時に、うん、あ俺は別に別戦力でも何でもないんだなっていうのが分かりましたはあ、悲惨だったんですね。もう年取るからくだらない思い出しかない。もうあとあの外野のね、練習グラウンドの外野 の外でね、あのベニヤ引いてサボってて、でピッチャーがそこサボる場所なんですよ。で、あのまだあの若い方やから、その下に降りていって崖下降りていくと。川が流れてて、なんかちょろ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 水が流れてで、それをやかんに入れて、で上に持ってて先輩に飲ませるんだけど、でそれ一時どっから来てんだろうなと思って、ずーっと伝っていたら上流は油だらけのなんか工業排水みたいなのが流れてて、でそれ飲んでたの、でそれからもやめましたね。それはやめた。気持ち悪くなって、それまで美味しい美味しいって飲んでたんですよ。いやー。やっぱり同志社はアカデミックな学校だったわ。だから全く野球に関係ない話だ。野球に関係ある話あんまり覚えてることないんですよ。え、平野さんプロ目指してたんですか、その時に。いや全く、はい、全くただただただ特待生で呼んでもらえたから、はい、もう楽しく野球やって、あの一日終わったら2年生に集合かけられて、土間でみんな座らされて、でぶん殴られて。あったんですか、やっぱり。もうしょっちゅうですよ。もう毎日ですよ、下手したら。毎日。でも大嫌いだったね、一つ上の学年はね。あ、どうしてでもそんな雰囲気ありました、ありました。あ、やっぱりそうなんですか。それはありましたよ。カトリック系の大学っていうか、キリスト教系の大学でもそんな感じ。ありましたね。だから、でもそうやってこう、殴られたりするのが一番楽でしたね。もうそれで終わっちゃうもんね、うん、それで終わるんで、うん、なんかもっとこう陰湿なしごきのような練習をさせられたり、そういうね、そういうのから比べればね、まあ今はもうそういうのは絶対ダメですけど、でも絶対、ね、あの頃はもうそういうものでしたからね。タオさんはじゃあもうプロを照準にして。いや全く僕もあのプロなんて意識したことなかったです。そのエースとして活躍して、終盤は打者としてっていうか、もうずっと打者としては結果も出してたのに、プロ意識しなかったんですか。もう大学3年の秋までは全く気にしてない。あ、はい、それで秋にその今肩をスライディングで痛めた時に投げれなくなって1年投げてないんですよ。その時にうわもうちょっと野球続けたいなって初めて思って、それでプロ野球っていうのもちょっと意識したんですよ。はあ。それで大学の監督っていうのも元阪神の選手で、あのプロで10年やった監督で、渡辺博之さんなんて、あのタイトルも取ってらっしゃる方、ね、タイトルというかやっぱり僕と一緒でベスト10の2位です。あの与那嶺さんが首位打者、その2位に渡辺さんだったんですけど、あのお前どうするんだって言われて、あの4年の時ね、であのプロに行きたいですっていう話をしたら、あの当時は自分で志望チーム言えないね。あ、ですよね。全部くじ引きですから、はいはい、じゃあお前こんなチームでもいいのか、もし示されたら行く気があるのかっていうから、ありますって言って言ったら、そしたら今あの来てくれてるあの社会人の、まあ勧誘に来てくれてる会社全部ドラフト前にお断りしろって言われたんですよ。天秤にかけるなって言われて難しいところですよね。でもう新日鉄なんかはもう1年目からプレイングマネージャーでやってくれてきたんですよ。1年目から監督で、はい、それでそこはもう本当にあの会社まで行って、それで丁重にお断りして、それでまあドラフトを待ったんですけどね。まあ厳しい監督でしたけど、よかったな。あとはもう付帯条件は一切つけるなって言われて。ということはもう何球団か確実に指名したいという球団が監督のところには来てたんですよね。どうなんですかね。僕はだから直接そう言ってなんか指名する意思がありますっていうのは、巨人はなんかどこにでも声かけるっていうのは前から聞いてましたから、ね、巨人だけは来てましたけどでも多分他は行くんだろうなと思います。確かにね、スカウトは直接選手は喋ってはいけないから、わからないですよね。そうですよね、だからドラゴンでも一切お会いしてませんし、
広島もそうやって言ってるっていう話だけで僕がお会いして話をして、はいはいはい、もうとにかくドラフト当日を、そうです、どこで待ってたんですか、ドラフト当日。あの大学の野球部の寮ですね。寮で、はい、テレビやってました当時は。いや、やってないです、やってない。電話かかってるんですか。電話だったらね、第一報、中日ドラフト1位の一報は僕に聞いても分かんないです。覚えてないよね。僕も分かんないです。僕も分からないです。監督から、おい、タオ中日だったぞみたいな。一応マスコミの方たちもずらっといましたから。あ、だからもう多分すぐ中日指名しましたっていうのが来たと思う、そこから。はい、中日って聞いた時に、僕頭に思い浮かべたのは何ですか。ああ、セリーグでよかったなっていう。でも12球団行く気ですけどね、はいはい、どこでも行く気なんですけども、はい、できたらセリーグ。それもまあ僕の志望は4つぐらいあったんです、はい、その中の1つだったんで。1つでしたか。はい、ずっと大阪、京都の人間だったけど、名古屋も。いや、もうどこどこファンとか関係ないですよ、はい、やっぱり自分の仕事先ですから、ね、仕事先、はい、やっぱり仕事。じゃあそんなに遠くないところっていうあれですか。いや、もうプロの時はそんな意識はないですけどね、どこでもね、やる気。僕に聞かない。聞かない。そういう感じでね、もう指名されたところで頑張るというだけですから。でその時にもうあのダメだったら1年だけはお前契約してもらってるんだから、ダメだったらあの潔く辞めろって言われて、監督に。厳しい監督です。でも後で考えたら、監督はダメだったら俺がもう全部面倒見てやろうぐらいの気持ちがあったと思うんですよ。同志社で大学で何かやらせてあげようっていう気持ちがあったと思うんですよ。だからその後何年もして、楽天の監督終わってからかな、同志社から講師で来てくれませんかって言われて。ああ、すごい。はい、繋がってますね、大学時代が。でもお断りしましたけどね。はい、もうすぐ即決ですか、ドラフト1位。即決です。ありがとうございますっていうことで、それで監督が、お前どれぐらいの契約金だったら行くんだって言って、あの当時3000万っていうのが一番トップだった。はあ、1位のね。はい、3000万ですかねって、お前そんなにもらえると思ってんのかって言われて、じゃあいくらまでだったら行くんだっていうか、2500万ぐらい出してくれるんだったらって言って、じゃあその絵よりも出してくれるんだったらもう決めようかっていうことで、だから2800万って言ってくれたんで、本坊さんですよ。はい、本坊さんが来られて、ちょっと上げて、まあちょっと積み上げて、いや、もう監督がもうとにかく駆け引きしないで言ってくれと、出せる金額言ってくれと、だから2800って言われて、でタオどうするんだ、はい、わかりました、お願いしますで、もう 1分で、はあ、そうなんですか。はい、1分で決まりました。素直な選手なんですけどね。なんかな。返事しづらい。一回名古屋チャンネルチャンネルチャンネル。平野さん、入団の時のその契約金とかの交渉って覚えてます？覚えてないですよ。だって覚えてないですよ。大事じゃないですか、その特待生で入って、はい、本当だよ、ね、お姉さんもお前らお金の部分で心配があってね、はい、手にご両親はなく、はい、だったらお金のことはちょっとシビアにならざるを得ないというか。まあでもあのなんだかんだ言ったってドラフト外ですから、はいはい、うん、ドラフト外っていうのはあのそんなにあの贅沢言っちゃいけないんですよ。ドラフト外で終わって誰かスカウトの方が担当になってるんですね。あの山崎善平さん。あ、善平さん覚えられてます、うん、ね、うん、あのすんごい昔のドラゴンの選手ですね。優しい、はい、盗塁の記録を当時持ってた方ですね、はい、あ、そうだそうだ、1試合いくつかなっていう、はいはい、あの正田さんが破るまで の盗塁の記録を持ってた方ですね、うん、あの前平さんがうちまで犬山まで来てくれて、で、まあ、話しながら、はい、家族会議を前平さんを待たして、まあ、家族会議だって僕と姉とあと親戚の方いた、当時あの結婚してましたから。あ、そうか、はい、姉さんが、そう、姉さんの旦那と。あ、なるほど、3人じゃなかったかな。あ、姉夫妻と、はい、ご本人、平野さんご本人と、はい、で僕、まあ、これもう、まあ、時効と言ったらおかしいですね、昔の話ですから。僕はもう社会人に行くつもりだったですから、はい、うん、社会人で当時安定ですよね、はっきり言ってね、うんうん、安定した生活っていうか、もう内定が出てた状態ですよね。そうですね、もう11月だった、はい、お断りっていうか断るつもりだったんですけど、うん、結局はあんたやる気あるのって言われて、はい、うん、やる気やっぱありますよね、せっかくそんな来てくれるんですから、はい、評価してくれてるわけだもんね、まあ、一応ね、うんうん、じゃあこんなチャンス例えば社会人で2年やった後にじゃあもう一回来てもらえるかって言ったら分かんないよって話で、ね、うん、今しかないんじゃないのってことで、じゃあやるよって、じゃあっていう
背中を押してくれたんだ。もう本当によかったね。自分自身ではもう優柔不断だから絶対決められなかった。よかったね。やめとけばって言われたらやめてそうなってるね。やめてます完全に、ね、はい、なるほど。自分で全然決められない。ちょっとの差だね。俺人に相談したことないですからね。親にも相談したことないですよ。そういうのやっぱりその進路の岐路に立った時っていうのは、うん、自分で考えるか、その強いね、例えば渡辺監督のようになんかちっちゃい頃からそういうふうに言われた感じなんで、なんかお前が決めろっていう感じだったからね。決めていったことが大体吉と出ているっていう人生、ね、どうなんですかね。それはもう吉と思うと思うと何事もそのいい方に受け止めるっていうのが僕のやっぱり、うん、あのポリシーです。もうたらればいたって仕方ないんですね。仕方ないんですよ、もうこれはね、うん、だからトレード出された、これをやっぱりいい方にも考えないといけない、うん、ね、監督と喧嘩してもそれもいい方に考えないといけないとかね、もうするべくしてやってるっていうか、そうそうそう、もうこれは運命やって思うしかないですよね、うん、それぞれ大卒でプロに入ってきて、プロの練習というか、まあ、キャンプに初めて参加してみた時にはこれはいけそうだと思ったか、大変なところに来たなと思ったか、うん、どうでした。僕はあの大学の監督に最初に打席に立ってうわっと思ったら時間かかるって言われた。ああ、なるほど。もうそれで最初にパッと見た時の感覚やと、で打席に立った時にあこんなもんかって僕思ったんです。誰とったばかり、やっぱり日米野球のアメリカのトップクラスのピッチャー見てましたから、そこから比べたら球が遅いんですよ、プロのピッチャーでも。なるほど。あこれぐらいのレベルなのかっていう、それならやれるわっていう。当時のメジャーというかアメリカは全然違いますからね。違いました。あの頃 あの全米ってすごかったんですよ、うん、もう1年目からポーンとメジャーで大活躍する大学生が何人かいましたから。あの日米対抗の大学選手権って NHK で全試合中継してましたもんね。いやいや、あれは当時一大イベントだったからもう楽しみで見てて、特にあのアメリカでやる時のアメリカの選手はもう目の色違うんですよ。もうスカウトがみんな来てますから、もうドラフトを考えて一生懸命やる、はいはい、あのフロイド・バニスターって最後ヤクルトに来ましたけど、もう痛めた後ですけどいましたね。バニスターバニスターとかマイク・スコットっていうあの スプリットフィンガーとファーストボール、はい、これ投げてたピッチャーとかそういうの全部あの大学生でいたんですよ。へえ。だからあの江川も早かったけど、これ江川を超えるようなピッチャー3人いるなと思ったんですよ。はあ。それを経験してるから、だからあのプロのピッチャーはこんなもんなんだって思って、これならなんとかなるな、はい、じゃあその時点で少しよしやれるぞっていう感覚で入っていけた。そうですね。だから実際10月までサマリー打ってたんですよね。最後ちょっとあの打率気にしだしたら落ちましたけど。1年目うん、試合数はそんなに、ね、少なかった。ずっと僕はあの2軍で練習したいって言ってお願いして、5月6月は2軍に行かせてもらったんですよ。とりあえず下でまず下で守備と走塁を勉強したいっていう。はあの代打のアンダースローの代打で終わるのは嫌だから、ね、やっぱりレギュラー取りたい。かすかに覚えて本当に夏ぐらいからだから感じて、初ヒットが7月の27から巨人戦ですよね。逆転タイムリーだった、はい、よく覚えてそれであのそれ中学2年生です私。あれがもうだからもうすぐ8月っていう時期です。あそっからですよ。それはあの記録は後で調べてみたんですけど、うん、それは小川さん、小川国和さんやっぱりアンダースロー用でした。小川さんってちょっと変則タイプの、アンダースロー、あのシピンの時のワンポイントで出てくる人ですよね。ピュッピュッて投げるようなね、メキシカンリーグに行かれた、ね、はい、いろんなとこ行かれてジャイアンツの、うん、ジャイアンツの小川さん、45番つけたんです、ね、そう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 、あの人が初ヒットです。はあ、そこからの要するにもうなんとか試合数60何試合や頑張っての新人を。そうですね。だからあの時に井上博明さんがやっぱり前の年ベスト102位だったんだけど、はい、あの年悪かったんですよ。あ、今日11年、ね、それとチームの成績も4位とか、とにかく B クラスだって、じゃあもう若いのに変えようかっていうような気持ちになってくれたんで。ということはレフトですか。レフトで最初レフトスタートです。井上さんレフトでしたもんね、はい、田淵さんの打球が高く上がるから取りにくいなと思ってキャッチャーフライみたいに上がるんですよ。あの人の打球はすごい上がりましたからね。ああ、そうなんですか、はい、平野さんは初プロキャンプどこでした。キャンプは掛川です。掛川キャンプ1年だけの、1年だけですよね。掛川キャンプそうです。あれ1年だけ、はい、1年だけです。風が強すぎて、あの消防団がなんかあの火事の時に巻くやつ持ってて、はい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 、でグラウンドで巻いてましたもん。すごいことやってるなと思って見てました。じゃあもうその次からは串間。そうです、そうです。そういうことですよね。はい、どうでしたプロの
まあ、ブルペンに入って、はい、僕ですか、そうですそうです、ピッチャーで、もうストライク先ほどのタオさんの話で、でもケージの中には入れてたわけですよ、日差しがありますよね大体ね、ブルペンね、キャンプの時バッティングピッチャーやれって言われて、ストライク入らないじゃないですか、でもうあの最初バッター新司さんね、正岡新司さん、あ正岡さん、はい、で3球か4球ボール高めボールになって、新司さんがシャッて顔したんですようわやばいと思った瞬間にもう手がこうなってもう投げられないわけですで結局その後神垣さんが僕の部屋長だったんですよ、怒られる、はいはい、名前忘れた、神垣さん、神垣さんが入ってくれて座席に新さんと変わって、でやっとストライク入るなって、でまあ感想的にはちょっとピッチャー無理かなと自分で思ってました。そうか、はい、それは無理ですよね。最初にブルペン入った時にやっぱりあの田尾さんもね、最初の感覚が大事だと監督に言われてて、そうですね、で平野さんも最初の感覚で結構自分はケをされたというか、ね、僕最初ブルペン入った時ね、福田さんじゃないかな取ってくれたの、キャッチャー福ちゃん、福ちゃんキャッチングうまいじゃん、あだと思ったんだけど、いやもうそのキャッチング運動くんのボールじゃないから投げてるボールが、うん、多分ナイスボールって一回見てくれなかった気がするんだけどさもうそれだけ覚えてる、なんかブルペンで投げたのは良かったか悪かったなんて、まあ悪かったに決まってるんだけどもうそれしか覚えてない。あそうですか、はい、この先やれるかどうかなんてそんなことまで考える余裕はなかったです。どうやって日々過ごそうかと、はい、ただあの大学の卒業式があるから帰りますって言った時に中監督がおゆっくり帰ってこいよって言われた時に、うん、あ俺は別に別戦力でも何でもないんだなっていうのが分かりましたそれは思いあの覚えてます。はサンデードラゴンズ初代アシスタントの古木です。もうピカイチ名古屋チャンネル登録していただけましたか？登録そして高評価またまたコメントもぜひお待ちしてます。よろしくお願いいたします。そして私も冠婚葬祭いろんな司会をやっております。どこかの司会でお会いしましたらぜひ声かけてくださいね。お願いします。